じゃこんにちは、はい、愛豊さん、ついに来ましたよね。3連戦を振り返る前半戦最後だね、はい、その振り返りはね、うん、まああんなことやこんなこといろいろあった、まあ、いろいろありすぎだろう。まあなんか全体的にね、ありましたよね。そうだね、前半戦終了どうなった、どうなった、ね、これはいろんな出来事があったよね。またこの3連戦で、ね、すごく後半戦に向かうために、うん、なんか勢いづくチームや、え、これで大丈夫っていうようなチームとか、うん、まあいろいろあったけどもね。ね、まあ心配なこともありつつ、はい、いろいろありましたが、はい、まあ、まず、じゃあ各リーグ見ていきましょう。はいはい、なんかカラフルになりましたが、カラフルになったねこれね、そうそう、ほんとね、なんかちょっとグレードアップした感じですが、はい、ね、ということで、あのチームの周りを赤で囲んでたのはちょっとカラフルになった関係でやめて、そうそうそう、やめて勝ち越したチームの勝ちの数を赤で書いています。うん、分かりにくいかな、まあ、ヤクルトと広島が、はい、まあ、ヤクルト側から1勝2敗ということだよね、うん、まあ、広島側だったら2勝1敗ということだよね、はい、なので一応言いますと、広島が2勝で勝ち越し、はい、阪神が3連勝で勝ち越し、そうだね、中日対読売ジャイアンツは延期と、延期ということで、大丈夫かよなこれチームね。いやー、思わぬ数のなあ、すごい出たな、陽性者が出ていて、うん、ちょっとまあお互い状態が悪かったチームだけに、まあコロナで休むのと、うん、普通に休むのとでは えらい違うと思うけども、うん、やっぱこう立て直してほしいよねこの期間に ね、うん、まあそれと、まあ、しっかり直して調整して、うん、オールスター明けね頑張ってほしいよね。ここまでの感染者なだとちょっとだいぶ影響、やっぱりね、出そうですけど、あのね、寮生活が、うん、寮生から結構出てるらしいね、まあ、要するに家族が感染するかのような生活とともにしているからということですかね。はい、うん、ということで、はい、まずヤクルト対広島、はい、ね、初戦、うん、ね、小川と大瀬良の投げ、はい、ね、小川が良かったんだよ、うん、でずっと頑張ってきてて 2-0 で行ってたんだけども、やっぱ怖いのはさ、うん、あのエラーから同点ホームラン秋山に打たれるんだよね、うん、うん、8回に、はい、だから、まあ、その時は何でもないエラーだったかもわからないけども、うんうんうん、そっからやっぱこうチームのリズム壊れていくね、やっぱこう均衡した試合なだけに、うん、まあそうだね、 でもそのヤクルトの投手陣を見てるとさ、うん、まあそんなにって思ったんだけど、うん、でもやっぱこう相手もあることだからな、秋山にね、うん、同点ツーラン打たれて、はい、その後その9回からマクガフが出てきたんだけども、うん、はい、まあ、小園と松山に、まあ、小園にソロ、うん、まあ、決勝ホームランだよね、うん、松山にダメ押しを打たれて、うん、まあ負けたんだけど、はい、まあ、ちょっとあのもったいない負け方だったな、うん、ただ広島の方はやっぱ秋山にホームランが出たということ、うん、まあ、小園が決勝タイムリー、あ、決勝ホームランを打ったこと、うん、この2点はすごく今後大きいよね。なるほど、あの、チームの状態を良くしていく、まあ、もちろんそうだね、はい、で2戦目、はい、原と森下、うん、ね、原が炎上したね、うん、初回に秋山のスリーラン、これが効いたわ。秋山選手はでも状態が良くなってきたということですね。状態が良くなってきたし、うん、まあ、相澤もツーラン打ったりだとか、うん、まあ、6人の猛打賞を出してるんだね、この試合で。だからまあ一方的な試合でもう喋ることもないんだけどもさ、うんうん、だけどその中で村上がソロホームランだけど1点を返してるんだよね。うん、で村上のバッティングを見てるとやっぱ打席を大切にするね、あの子は。うん、うん、だからそのもう一方的にはもう前半から14対0とかそういう試合で行ったから、はい、どうかなとか思ったらやっぱきっちりやり返すね。うん、うん、で森下も最初から大量点ドーンと取られながら、うん、まあ、投げにくかったとは思うけど、はい、まあ、しっかり、まあ、先発の責任は果たしたなというね、うんうん、まあ、そんな感じがして、うん、森下の時よく打ってくれるんだよね、うん、まあ、それも時の運というかさ、運があるっていうことだから、うん、いや得点で勝ってるんじゃなくて森下もっと乗っていった方がいいよね。なるほど、いや得点があるから勝たなきゃいけないでしょこの試合はじゃなくて、うん、俺だから得点を取ってもらってるっていう風な考え方を持った方がいいと思う。うん、なるほど、はい、はい、3戦目、4対2で、うん、ヤクルトの勝ち、はい、まあ、先発ピッチャーがサイスニードとクリ、うん、
で、栗はこの前中継ぎに入ったんだよね、はい、その時一勝してて、ちょっと流れが変わるかなと思ったらやっぱちょっとダメだったね。うーん、ただヤクルトの勝ち方、うん、まずサンタナがホームラン、はい、長岡ホームラン、はい、山田ホームラン、うん、細野ホームラン、全部ソロホームランで4点取って、うん、それもあの回が全部違うんだよね。うん、だからダメージとしたらいっぺんに4点取られるよりなんか単発で、あ、今日またホームラン打たれた、またホームラン打たれたっていうダメージの方が相手にとっては嫌なんだよね。だから、そうですか、うん、だからそういう意味では、うん、あのいいホームランの出方をしたなっていうね、うん、まあそういう3連戦だったね。まあ3戦目はね、前日15点取った割にはちょっと反発力がなかったね、広島もね。なるほど、うん、まあでもよく一つ勝ったよ、ヤクルトがね。ね、あの、うん、コロナの陽性であの離脱していた選手も戻りつつあるということで、そうだね、あの山田にもホームランが出たしね、はい、だからそういう意味では非常に後半戦はなんか全員がベストの状態で、うん、まあ塩見も、はい、あの代打で出たりとかいろいろしたから、うんうん、はい、だからそういう意味では後半戦、うん、ベストで臨めるかなっていうようなね、はい、まあそんな状態です。はい、はい、続きまして阪神対 DeNA、はい、1戦目青柳対坂本、うん、ね、まあ、その試合で大山と佐藤がツーラン打つんだよね、うん、両方、うんうん、大山ツーラン、佐藤ツーラン、はい、4番5番にさ、ツーラン打たれてエースが投げてたらそれは勝てないよ。うん、ね、青柳もそんなにここのとこ良くないんだけど、うん、見ていて、はい、でも工夫するんだよね。なるほど、配球とかさ、その試合の中で、ね、中でできるんだよ、チェンジができるんだよ、うん、だからやっぱさすがエースだなっていうようなことで、うん、まあ6回まで投げたのかな、まあ早めに降りたんだけど、はい、まあ1失点ということでね、うん、その1失点はあの楠本の、まあ、ホームランというね、うん、でこの試合で必死にこう桑原なんかは、はい、あの右打ち右打ちってね、うん、青柳に食らいついていったんだけども、はい、まあ、結局結果が出ずに、はい、あのみんながそういうことをやろうとしたんだけどもね、はい、結果が出ずに青柳にやられたと。まあ青柳は大したもんだね、やっぱね、まあ、もう2桁からね。そうですよね。ああそうそう、はい、で2戦目、はい、で伊藤と今永の投げ合い、うん、これはエースだから勝ってくれよみたいなね、はい、で思ったんだけど、うん、この試合ロドリゲスが、ね、新外国人、はい、一塁に入って、うん、一塁の大山をレフトに使ったんだよね、うんうん、これはあの後半のやっぱポイントになる選手だと思うんだけども、はい、あの使って2人ともその結果を出したというね、うんうんうん、で、うんうん、何後半戦に向けてのこう準備というかそういう感じの起用ですかね、まあ、そうだね、うん、まあ、今永ということで、はい、ロドリゲスが右バッターだから、はい、まあ、思い切ってちょっと使ってみたんだけどさ、やっぱダメ押しの1点取ってるとかね、だからそういう意味では、はい、ああなかなか使えるなという感じがしたよね。でね、この試合でやっぱ近本のファインプレーがすごく光ったね、はい、うん、センター側落ちる、これ落ちたら大変なことになる、それをダイビングで取って、うん、まあ、ゲッツーにしたんだけどもさ、はい、まあ、DeNA の走者も走者なんだけども、うん、まあ、だけどあの近本のプレーっていうのはすごくもう一生もう、まあ、かもちろん勝ったんだけどさ、はい、もう一生分の本当に価値があるというようなプレーで、うん、今永の方はやっぱこう、まあ、確かに伊藤っていうのは素晴らしいピッチャーだし、うん、今永も素晴らしいピッチャーだけども、うん、角から言ったら今永の方が上なんだよね、うん、まだね、うん、エースという意味では、はい、だから勝たなきゃいけないね、うんうん、ただこの、まあ、最初の失点がバッテリーミスというかさ、うんうん、まあ、ちょっと低めに低投してそれをそらしてる間に1点をやるとかさ、うん、まあ、ちょっとミスで点をやったっていうのが痛かったな、うん、ただその中で細川、うん、はい、オースティンと一緒にアメリカでトレーニングした、うん、もうこんな体になって帰ってきたんだけどさなかなか結果が出なかったけど、はい、まあ、昨日やっと片手でホームランを打つような、うん、あそこまで飛ぶんだっていうぐらいの力を見せてくれたよ。それはトレーニングの賜物ですか。 もちろん、はい、もうね、こんなゴリラみたいな体になってるからね、はい、だからまあ、あの1本出たことでね、うん、まあ、戦力として今後やってくれるかなっていうふうに思う。はい、で3戦目、はい、1対0、うん、ガンケル対浜口、うん、浜口も良かったんだよ、6回85球、うん、6安打、はい、
失点、うん、でその1失点は大山の犠牲フライ、はい、やっぱ大山が打つと強いな、うん、1戦目もそうだったし3戦目もそうね、うん、で1対0で勝つわけだけども、はい、やっぱガンゲルの投球がやっぱ丁寧だね、一時期バラバラだったんだけどもさ、うん、だけど非常にやっぱ落ち着いて、うん、丁寧にコースをつけるようになってるよね、うん、まあ、その中での戸柱とかがさ、はい、必死に抵抗するためにセーフティーバントで足が遅いのにさ、うん、まあ、一塁セーフになるとか、はい、サードの守備位置を見てね、うん、アイデアはすごく良かったんだけど、はい、まあ、点を取ることができなかったと、うん、でその中でやっぱ阪神の中継ぎ陣、浜地、湯浅、岩崎って押され出てきて抑えられたんだけど、はい、浜地の3者連続三振、うん、見事だったね、うん、見事だしやっぱり湯浅は安定してるし、うん、まあ、岩崎は1本打たれたんだけどもさ、うん、まあ、だけどやっぱこう安定してきてるよね、うん、でそういう意味では阪神タイガースの強さ、うん、はい、でこれからね夏の甲子園が始まって、はい、まあ非常に遠征が多くなるけどもね、はいはい、でも甲子園のファンにこの3連勝というのは非常に心強く、うん、ね、そう感じたんじゃないかと、はい、ね、で中日対ジャイアンツは、まあ、延期ということだよね、はい、で思わぬ出来事連発の前半戦終了、最終カード、あ、前半戦最終カードということになったけども、はい、うん、思わぬ出来事連発っていうのはコロナとかね、うんうんうん、まあ、そういうことがあって、そうですね、うん、それと、まあ、秋山がね、はい、当たってきたっていうこと、うん、いい意味での思わぬ、いい意味での、いい意味での思わぬね、はい、で相乗効果があって、うん、15点も取るような試合があって、はい、でここのとこ広島は春先からホームランが出なかったんだけども、ね、なんかポンポン出だしてきたよね、うん、で阪神と DeNA、はい、ここがやっぱ覇権争いというかさ、挑戦権というか、はい、ヤクルトに対しての戦いだったんだけど、はい、いや阪神がね力強かったね、はい、阪神の力を見たというね、うんうん、DeNA の方はオースティンがおそらく後半戦から出てくるだろうし、はい、だからそういう意味ではまだまだねこの3連敗したとはいえ、うん、余力はまだ残してるということだよ、ね、ね、まあ、2位まで浮上してましたからね、まあ、そうだね、うん、だからまあ順位表は後で見せるけども、はい、まあ、その時にまたちょっと話したいと思います、はい、ね、はい、阪神の勝ちの数のお話は、まあ、ちょっと順位表でやりましょうか、ね、そうしましょうか、やりましょうか、やりましょう、もうね、待ち遠しいでしょ、5割復帰です借金がなくなりましたね、借金がなくなったんだ、なんかこういつの間にという感じですね、そうだね、うん、でも勝ち出してから勝率っていうのはヤクルトとそんなに変わらなくなったんだからね、6割1分8厘ぐらいかな勝率がぐっと、でもね阪神も6割1分2厘ぐらいで追っかけてんだよね、はい、まあ、順位はどうなったかはまあ後でね言いますが、するけど5割復帰っていうのは最大16の借金を完済したから、いや本当いつの間にっていう感じで、いつの間にかっていうかね、はい、だからもうこういろいろ押し問答もありながらなんだけども、はい、よく頑張ったね阪神はね、うん、はい、で広島も落ちそうで落ちなかったというね、うん、だから DeNA も頑張ってる、落ちたのはジャイアンツ、いろいろと明暗が分かれて聞いてますか ね、前半戦終了ということで、はい、はい、こちらは、はい、オリックスがソフトバンクに勝ち越し以外は、ね、はい、西武と楽天が1勝1敗1分け、うん、日本ハムと千葉ロッテが1勝1敗ということで、うん、2試合だったんですよね、そうだね、うん、はい、ということで、はい、まずはオリックス対ソフトバンクね、はい、宮城と杉山という先発で始まったんだけども、うん、まあ、結果的に5対7で、ソフトバンク勝つ、はい、7対5でね、はいはい、でオリックスが、まあ、5対7で負けるという、うん、ね、その中で宮城が先発したんだけど、うん、3回3失点で変わってんだよね、うん、これでやっぱ困るんだよ、また丸刈りにはなりましたけど、うん、あ、なったっけ、はい、そうだなだからそういう意味では、うん、なんていうの、ちょっと寂しかったな、ただこの試合で、うん、その初戦で、はい、ワンアウト一三塁で甲斐、うん、がバッターボックスの時に、はい、中島監督が、うん、中川とマッカーシーの守備を変えたんだよね、福田と、うん、でマッカーシーが一塁だったんだけども、はい、やっぱセーフティースクイーズに備えて中川をファーストに持ってきたんだよ、レフト守ってたんだけど、はい、でやらせないように守備隊形を変えたのね、うん、
で、マッカーシーをレフトにやって福田をセンターにやったんだよ、はい、でもソフトバンクは強行したね、下位にセーフティースクイズを、うん、で守備隊形で、それが終わった後また守備隊形を戻したんだけどさ、はい、だからああいう試合を見せてくれると、うん、なんかすごく楽しいよね。そうですね、高校野球の作戦を見せてくれる。そうそう、だから意地の張り合いがあるじゃない、うん、だからそういうのすごくね楽しく見えたし、はい、彼もそういうね、守備隊形を変えてスクイズの際すごく緊張したと思うけど、はい、やっぱさすがだね、しっかり決められたということで、ソフトバンクがまず先勝した、はい、で2戦目、うん、山本と石川、はい、ね、山本さすが、うん、8回120球4安打、うん、ね、無失点、はい、で10勝目、ね、うん、で対する石川が5回5失点、はい、ね、でその中でやっぱ中川がいいって言ってたけども、はい、中川がバットを折りながら2点タイムリー、はい、で杉本がやっぱこう打点を上げるというね、うん、活躍をしてる、まあ、ここのとこ杉本がすごく良くなってきてるし、うん、まあ、中川もいいしね、はい、だから非常に打線がつながるようになってきてる、うん、ただ石川が5回5失点、うん、まあ本当だったらあの持ってる球だとか威力だとか考えるともっと勝っていいピッチャーなんだけどね、だけどやっぱこう投げてるボールがやっぱコントロールが甘いとか、うん、まあ、そういうことがあるね、特殊ボールがあるんだよね、あのカーブ、うん、なかなかああいうカーブ投げれないんだけどさ、うん、でもそれを生かすためにもやっぱりまっすぐのコントロールだな、うん、まあ、ちょっともったいなかったね、うん、はい、で、はい、3戦目、田島東山、はい、7対4オリックス、うん、ね、その試合でワゲスパック、うん、これがセーブを上げてる、本当は先発で使ったのにさあ、だからこれはオールスター前でいろいろ変えたね、はい、で東山も下ろして、うん、和田を中継ぎに入れたりだとかさ、うん、して、まあ、結構こう動かしたんだけど、はい、結局和田が負け投手になってしまった、うん、でその中で若月がホームランを打つとか、うん、ね、杉本が打つとか、うん、でソフトバンクの方は柳田が2本ホームランを打つとか、うん、だから柳田も調子を上げてきてるよね、うん、だからまあ楽しみではあるけども、はい、やっぱオリックスの状態は非常に良くなってきてる、なるほど、うん、だからオリックスはやっぱ昨年の優勝チームだけあって、はい、非常にこう打線がつながると怖いチームの一つだね、うんうん、はい、はいはい、続きまして、はい、西武対楽天、はい、ね、最初渡辺、うん、則本の投げ、うん、はい、9対4で西武の勝ち、森ジャンセン、森とジャンセンが、打つんだよね、はい、で楽天の方は茂木と岡島が調子はいいんだけどもさ、はい、なんていうの、西武はやっぱ渡辺が出てきたっていうのは大きいよね、春先ちょっと使ってて状態が上がらなかったんだよ、うん、でちょっと先発から外したんだよね、うんうんうん、で久しぶりの登板だったんだけどさ、はい、まあ、落ち着いて投げることができたね、うん、だからそういう意味では一人先発ピッチャーが戻ってきてくれたっていうのは、うん、すごく西武にとってはありがたいことだよね、うん、この夏場に向かってやっぱり一人でもピッチャーが多くいる中で、うん、渡辺が戻ってきたっていうのは非常に大きいのと、うん、楽天の方はやっぱり則本が勝てないと、うん、これはやっぱこう連勝ができなくなってくる、なるほど、うん、はい、勝っても次の日負けるとかさ、うん、そういうことになってくるよね、うん、まあ西武の方でもう一つ言わせたのが愛斗、はい、そのこの試合で愛斗も活躍したということね、はい、はい、2戦目これはすごかったよ、はい、高橋光成と田中マー君の投げ合い、ね、結果から言うと3対3の引き分けというね、はい、うん、西武の方は川越がすごく、はい、活躍したんだよね、うんうん、これマー君と川越って多分ね相性的にはね川越の方が全然いいわ、マー君素晴らしい球投げてんだよインサイドに、うんうん、それを打ち返すからね、なんですかね、気合が入るんですかね、いや、まあ、気合というかさやっぱタイミングが合うんじゃないかな、うん、まあ、やっぱ相性っていうのはそういうもんで、はい、マー君も決して悪いボールじゃない、もう打った方褒めるしかないようなボールを2点タイムリーとか打ってんだよ、うん、だからやっぱそこら辺を避けた方が良かったかなっていう、まあ、マー君のプライドだと避けれないかな、うん、川越俺の方が全然上でしょみたいな、うん、なんで避けなきゃいけないのみたいな感じでいくとやられちゃうよということで、うん、そこはちょっと一つ考えて
した方がいいんですかね。まあそうだな、うん、それで、3対2でずっと勝ってたんです西武がね、うんうん、で平が出てきた、はい、で楽天の武藤がプロ入り初ホームランを打つんだよ、うん、はい、あれチェンジアップかフォークかスプリットか、うん、まあそういう変化球だったんだけども、はい、まあ片手一本でライトポール際に叩き込まれたんだけど、うん、まあ、武藤の初ホームランね、うん、これが同点になる。でまあ延長に入って引き分けるわけだけども、はい、やっぱ平はね、やっぱ前回も言ったかもわかんないけど、やっぱ変化球が多すぎるわ。記録を着実と積んでいた昨シーズンとはちょっと違うな。とはまた違う感じですか、ね、あの時はね、まっすぐが特に行ってたから、うん、変化球投げても、うん、その変化球についてこれなかったんだけども、まっすぐで、やっぱまっすぐに自信がないんだろうな今ですか、うん、だから変化球でかわそうとしてるから、うん、その変化球は平のまっすぐが一流としたら、うん、やっぱ変化球は二流だよ、うん、まあ、こういうこと言ったら変かもわかんないけど、ま、うん、っすぐは超一流、うんうん、だけど変その超一流のまっすぐから比べると二流っていうことだよね、うん、だからものすごい平も悔いが残ってるはずなんだよね。なるほど。だから早くそれに気がついてもらった方がいいかなというふうに思う、うん、はい、はい、で3戦目平井と唐島、はい、ね、平井がちょっと悪かったね、うん、4回89球6失点という、はい、うん、で辰巳、浅村、島内、茂木、岡島、はい、こういうバッターがやっぱこう楽天は当たってきてるよ、うん、うん、だから非常に打線がつながるようになってきてる。どうですか、こう結構そのいい時悪い時の差があったっていう話も、うん、あったよね、ありましたけど、まあでもね、茂木が入ること、うん、で岡島が当たってくるとこれはつながるよね、うん、で辰巳が一番に入ってホームランを打つとかさ、うんうん、だから非常にあの打線の流れっていうのはすごく良くなってきてるよね。ただ明日から、あ、今日からか、うん、もうオールスター休みになっちゃうから、だからここら辺がね、うん、またちょっと時間が空くんで、そのいい状態を保てるかどうかだよね。うん、なるほど、うん、それで今季初めてかな、あの外崎が1番に入る、うん、で昨日5番とか6番に入ってたのかな、うん、で3三振とかさしてたんだけど、はい、今日1番に抜擢したら1番でホームラン打ったね、うん、あのだからやっぱ打順を上げてやった方が外崎はいいのかもわかんないね。うん、それとやっぱ森がいいわ、うん、森が当たってきてる、うん、だから山川1人目立ってたんだけど、はい、森が打つようになってくると、これはやっぱ打線がつながってくるから、うん、まあ、今後西武の打線も楽しみだなっていうふうに思うよね。なるほど、はい、はい、じゃあ状態は決して悪くはない、悪くはない、うん、悪くはないけど、もったいない試合があった、一つ勝ててたからね、うん、2-1 になってたから本当はね、うん、だからまあでも楽天はその分頑張ったということだよね、うんうん、うん、はい、で打線も復活してきているということ、うん、日本ハム対ロッテ、はい、ね、一勝1敗、はい、ね、1戦目が河野元前、はい、ね、6対7、はい、あ、6対7でロッテの勝ち、はい、な7対6だね、うん、ロッテの勝ちということ、ね、この試合で茶谷、うん、聞いたことありますか茶谷、うん、7年目の選手なんだよね、はい、で初めてのヒーロー、はい、3打数3安打3打点という大活躍だよね。で井上もホームランを打つ、うん、レアードも打つということで、うん、ね、井上選手もいいですよね。あ、井上、ね、聖也ね、うん、聖也はなんていうの、ホームランも出始めてるから、ね、うんうん、だから非常に復帰してから、はい、すごくフォアボールも取ったりだとかチームへの貢献度はすごく高いなっていうふうに感じてたんだけど、ここに来て長打も出るようになってきてね、うん、やっとゲーム感、打席の感覚、うんうん、それが戻ってきたかなっていう、それにつられるようにレア度も良くなってきてるんだよ。だからそういう意味ではロッテは非常に良くなってきてるんだよ。長打も出てきてるしね、うんうん、今まではつなぎと足で点を取ってきたんだけども、はい、良くなってきてる、打線の流れはね、うん、流れとバランス、はい、まあそのつなぎと長打と足とっていうことを考えるとすごく良くなってきてるよね、はい、で日本ハムの方は惜しかったんだけども、うん、今川はホームランを打つ、うん、ね、最終回、ね、1点差に詰め寄って惜しい、なお今川、うん、その前にホームランを打ったりとかしてるセカンドライナー、うん、引っ張れって、いやもうあって一生思ったんですけど、そうライナーですね、そうでしょ、だからね、あの子が引っ張れないボールは、うん、ボールだから、
だから無理してあっちに行こうとしてるからボール球に 手が出るというね。ということはあれはボール球だったから、うん、そうだね、まあ惜しい当たりだったけどもね、うん、まあだけど今川の魅力、うんね、そういうことを考えると引っ張れと。はい、はい、2戦目伊藤大海とロメロ、うんね、5対4で日本ハム、はい、勝つんだけども今川引っ張りましたよ初回に満塁ホームラン、はい、今回は引っ張りました、引っ張りました。はい、ね、あの子のやっぱりパワーと笑顔、うん、魅力的だね。歯並びめちゃめちゃ綺麗です。そうだな本当に。でロメロが初回にやっぱり4失点するとやっぱ厳しいよね。うん、で一時期追いつくんだけどさ、はい、やっぱ粘りがあるよ。マレアードが打ったりだとか高部がね良かったり井上が打ったりだとかさ、うん、して打線はつながって4点取るんだけどもさ、はい、ここでやりました、はい、やりました。清宮が、はい、決勝タイムリーということで、はい、オールスターに向けてもいい感じですね。オールスターで、ね、ホームスチール本当にやってこい有言実行でまあだけどそういうことで星を分けたということね。はい、まあ、日本ハムは主力も書いている中そうだねというところですか、うん、でビッグボスが清宮を一番にしてって言って指示をね、うん、出したということで代理監督に言ったらしいんだけども、はい、まあでも一番ももう4番も関係ないね日本ハムは。もうとにかくあの状態のいい人間から使っていくというような、うんうん、まあ、そういうことでいいんじゃないでしょうか。でも俺は個人的には今川がね、うん、こうやってホームラン2試合連発、ね、はい、出たっていうのはすごく嬉しいし、うん、ね、希望の光だから日本ハムのね、はい、まあ、これからも頑張ってほしいと思います。はい、はいはい、順位変動なし、はい、ね、ほぼ予想通りの結果だが一つだけロッテが、うん、やっぱりね優勝争い優勝したいと思ったら、うん、日本ハムに負けちゃいかんね。うん、これ失礼な話だけど、はい、失礼な話だけど日本ハム一生懸命やってる、うん、伊藤大海が投げてる、うん、まあ、エース級が投げてるから、うん、まあ、これはもう仕方ないんだけども、はい、やっぱりロメロが初回に満塁ホームラン打たれたでだとか、うん、いろいろ誤算があったよね。なるほど。それでの負けだから、はい、ちょっと悔いが残るだろうなっていう、うん、でまた追いついてるだけに決勝タイムリーはこっちが打たなきゃいけないことが、うん、やっぱ清宮に持っていかれてるというね、うんうんうん、だからまあそこら辺がちょっとね、まあ今の状態ソフトバンクとオリックスを考えるとオリックスの方がチーム状態は絶対いいよ、うんうん、ね、西武ライオンズ楽天は打線がつながればまあね、こう、うん、ライオンズも調子が良かったけど一勝1敗1分けになってしまうという、はい、うん、ここだけだねちょっとね結果はね。なるほど、はいはい、ところがほぼということですね。そうだね、はい、はい、ということで順位表を見てみます。はい、はい、どうなりましたでしょうか。はい、じゃじゃん。はい、ということで、はい、こうなりました。ヤクルトがマジック点灯です。はい、ね、41、はい、ね、まあ41っても遠いけども、うん、で阪神が5割2位浮上ということで、うん、広島も5割、はい、ね、そこはゲーム差ないんですね。うん、ゲーム差ない、ね、そう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 。で DeNA が3つへこみかな、うん、5割からね、うん、で巨人と中日は、まあ、後半に立ち直すという、はい、ね、戦いになってくるけどね、はい、で一方ソフトバンク首位渡さないね。なかなか一瞬こう変わった時あったけどね。そうですね、いや、まあ、なかなかやっぱしぶといわ、うん、まあ、相変わらずゲーム差はほとんど上の5チームはないんですが、ないないない、うん、だから 2.5 3ゲーム 2.5 か 2.5 だね、うん、だからこれはもう大変なことになってるし、まあ、日本ハムがね、うん、7連勝の後に6連敗という。そうです、まあ、今日勝ったから、昨日勝ったからよかったけどもね、うん、で前半戦終了、はい、ヤクルトのマジック再点灯ということでね、はい、はい、まあ、こうなりましたけど、うん、これね前半戦の展望、あの反省総括、うん、まあ、これはあの明日出ます。また別でね、別で、うん、でその次の日、はい、後半戦の展望、順位予想もしてますので、はい、たくさん喋りましたね。そう、たくさん喋ってるんで、まあ、ご覧ください、ね、はい、はい、まあ、そういうことで前半終了しました、うん、はい、今回は3連戦を振り返るということで、はい、前半戦最後のカード、そうだね、はい、はい、順位はこのようになりました、はい、皆さんもオールスターを楽しんでください。はい、ね、はい。